はい、トモイタです、今回はちょっとこちらのブリヂストンのレーシングエアゲージっていうのをちょっと買いました。で、結構ね、いつも普段はこういう安いバルのやつ使ってたんですけど、まあちょっとこれからやっぱりちゃんと走っていく上で空気圧の管理って結構大事だと思うんで、ちょっと今回はちょっといいやつ、まあ、1万円ぐらいするんですけど、それにしました。で、ゲージが一応ね、4キロぐらいまでのやつで、細かく見れるやつですね。はい。で、こうやって12とか結構ね、いっぱい見れるゲージもあるんですけど、そんな使わないんで、今回はこちらにしました。でね、口がストレートチャックでこう刺しやすいやつがいいなと思ったんで、こちらにしました。はい。で、今4種類ゲージがあるんで、まあそれぞれちょっとやっぱ空気圧がね、どれぐらい正確なのか、まあどれが正確でどれがずれてるかわかんないんですけど、ちょっとどれぐらいね、差があるかちょっと検証していきたいと思いますんで、はい。で、あとね、やっぱりこういう精密な機械というか、しっかりしたものなんで、ちょっと今回はね、このプロテクトケースっていうのが別売りで売ってて、5000円するんですよ、これ。ちょっとね、まあ、かっこいいなっていうのと、まあちょっとやっぱり、こういうものは大事にした方がいいかなっていう感じで、ちょっとね、今回は購入に至りました。で、説明書を見ると、なんかこれをね、交換するっぽい、付属の、ものとこっちにこれ専用のものが多分ついていて、そっちにね、変えるっぽいですね。よいしょ。こちらがケース側についてたやつ。おすごい、すごいね。最初についてたやつと比べるとこんなに違いが、しかもすごいこっちはしっかりしてるね。すごいね。こういう感じですね。で、これ入れることはできなくて、抜く方のやつですね。はい。これどうやってしまうんだろう。わかんないんだけど、これどうやってしまうの？書いてねえんだけど。これ、どうやってしまうの？どうやってしまうね。こういう感じでいいのかな？いいね。よいしょ。じゃあまず、こちらミシュランの、これはね、空気を抜く方もできるし、入れる方もできるタイプのやつです。まあ、サーキットなんか行って、ホースあるんで空気入れる。それにつないで、入れたりするときに使いますよね。はい。でね、僕はいつも電動の空気入れで入れちゃうんで、空気入れが必要ないんですよ。で、いつもサーキット専用のタイヤ、待ち乗りして帰るわけじゃないんで、空気いつも入れないんで、ちょっと今回は空気を抜く機能しかないやつなんですけど、買ったやつは。そちらですね。はい。で、これミシュランの多分ね、8000円とかぐらい、前後ぐらいするやつ、ゲージです。で、アストロ、こっちも、両方入れるのと抜くのができるやつ。これは3、4000円ぐらいかな、アストロの。で、これがバルのやつですけど、これは安くて2000円ぐらいかな。はい。で、まあこちらが1万円ぐらいするゲージです。はい。で、ちょっとね、測り比べていきたいと思います。まあ何回もやってると多分ちょっと空気減ってくと思うんで、どうなるのかわかんないんですけど、今ね、2.6 あるかないかぐらいですね。もう一回やってみよう。
変わらず。で、次はアストロのやつ。あれ、反応しないな。反応しないんだけどな、これ。戦線に立つ。壊れてんじゃねえの、これ。抜くこともできなけりゃ、入れることもできねえぞ、これ。え？あ、今来たな、一瞬。なんだ？壊れてんの、これ。今結構抜けちゃったな、多分。続いてはバル。あ、2.6 超えてるね。もう一回ちょっと結構多分今抜けちゃったからこっちでやってみようか。2.5 だね。ほぼ 2.5。 よし、次は今回買った高級エアゲージ1万ぐらいします。これ行こう。おお、 2.6 超えてるね。B.6 ほぼ6ちょっと上ぐらい。やっぱ全然違うね。もう一回じゃあ次バルで行こうか。あ、 2.6 超えたな。こんぐらい。まあ同じぐらいだな、これと。次もう一回ミシュランで。2.5 ジャストだね。コンマ1違うってこれ、まあ、あのモータースポーツ界ではね、相当違いますからね。それ俺のなんだよ。これね、これカン君の、これ、これ高いよね。構成出した方がいい。これと、これ、構成出した方がいい。大丈夫？2.5 ジャースト。コンマ1違うよ、これ。嘘。ちょっとね、このアストロのやつがね、使えないのがちょっと。ちょっと奥までさせてみる。奥まで？奥まで刺したら、いった。奥まで。おお、ちょっと待って。え？すごい。2.8 ぐらいあるよ、これ。ちょっと待って。マジで言ってる？刺したやば？刺したやば？あ、抜けちゃう抜けちゃう。あ。こんな。でも今ちょっと抜けちゃったね。2.75 ぐらいまで落ちてきてる。マジで？すげえ違うじゃん。針の動きがかっこいいな。これね、すごい、超俊敏だよ。ね、レスポンスよし。お、やっぱ、さっきこれで 2.6 ぴったりかちょい上ぐらいまであったけど、やっぱ 0.05 ぐらいか。2.5 ぐらいまで落ちてるから。もう一回こっちで測ってみよう。あ、2.5。バルとブリヂストンはほぼ一緒だね。で、これ、ホールド機能あるのいいね、これ。針が。これないんだよ。こうやって抜けばあれなんだけど。マジで？カン君のやつ、ちょ、コンマ1低いじゃん。あ、2.5 切っちゃったよ。あちゃまずいよ、これ。高かったのかな。あ、もう買ってからもう3、4年経つんじゃないかな。ああ、だいぶ使ってんね。2.75 ぐらいだね。うん。ってことは、これとこれで比べると、0.15 キロ違って、で、こっちの方が高くて、こっちの方がコンマ1低いと。
いう結果ですね。はい。いや、なんでだろうね。このゴムホースが長いのって影響あんのかな。そんなことないよな。あったらもうたまない。シールテープもしっかり巻いてますけど。抜くのにしゃがまなくて楽いいんだけどな。あ、これ長いとね。あ、まあ確かにね。しゃがむのきついから、ね。そう。あの、メカニックさんがね、いればね、いいんだけどね、サーキットで。自分でやってね、自分で走りますからね。しゃがむのは確かにかったるい。という結果です。まあ、どれがね、一番正しいのかわかんないけども、この二つがやっぱり合ってるんで、まあ、これがやっぱり、しかもこれも新品だしね、高いんで、これが一番正確かなと俺勝手に思ってるんですけど、まあ、様々ね、ちょっと様々な空気圧の結果になりましたんで、まあ別に高いものがいいというね、ことには限らないという結果が分かりましたんで、はい。皆さんもね、ちょっと気をつけて、まあ一般の方はね、コンマ1ぐらい、そんな多分支障ないんだけど、サーキットをガチで走る人にはね、結構大きな数字だと思いますんで、はい。という感じで、今回は検証が以上です。はい。